フランスは2世はバルワ朝第十一代フランス王。父はアンリ2世、母はカトリーヌ・ド・メデシスでシャルル9世、アンリ3世の兄である。スコットランド女王、メアリース・スチュアートを王妃とした。長い間子供に恵まれなかったカトリーヌが授かった最初の男子で1545年父アンリが国王として即位すると王太子となる。しかし、 自イン公家系の先天性の持病を持っており、四中耳から脳を吹き出し、口も半開きにすることが多く、咽頭変頭肥大症の症状を表していたという。1558年4月24日、フランソワはフランスで育てられていたスコットランド女王、メアリー・スチュアートと結婚する。1559年、アンリ2世が不慮の事故で死去すると、フランソワ2世として即位した。 フランスの方では、15歳のフランソワ2世は成人と、みなされ、殺生を必要としないが、フランソワは若く、政治の経験もなく、しかも持病があった。その結果、フランソワ2世は大臣たちに、母カトリーヌから指示を受け取るよう命令した。しかし、カトリーヌは夫を失って、深い悲しみに浸っており、指示を下せる状況になかった。カトリーヌが大臣たちに、 王妃の外籍である、ギーズ公フランソワから指示を仰ぐよう伝えた結果、王妃たち一族が実権を握り、プロテスタントを弾圧した。カトリーヌ・ドメディシスは、この措置に同意した。1560年の年末も近い晩秋、フランソワ二世は、狩猟に出かけた帰りに、耳の後ろに鋭い痛みを訴えて倒れ、中耳炎と診断される。ーは、 回答手術を提言したが母カトリーヌ・ドメデシスは、これを拒絶、中治炎は彼の農業にまで達し、農園を引き起こして死亡した。16歳であった。王位は、その後、弟シャルル9世、アンリ3世が軽承した後、男子が耐えて、バルワ町は断絶する。ありがとうございます。